犬小屋は、江戸幕府が設置した犬を収容する施設。将類や荒れ身に関する法令が出された古代将軍、徳川綱吉政権期に設けられた。御用屋敷、お囲い、お犬囲いとも呼ばれ、特に中野に作られた犬小屋は、中野御用お屋敷とも呼ばれた。犬小屋に収容された犬や、村付けされた犬は、当時の資料、記録に、お犬と記されており、野犬か飼い犬かを問わず、 犬小屋に収容されたことで、幕府管理の犬となり、将軍の権威を帯びた、お犬となった。犬小屋の広さは、中野は16万坪、大久保がおよそ2万5千坪、四谷の犬小屋は1万8,928坪7号だった。若年寄りの所管で、中野犬小屋の作事総武行、米倉正院は、若年寄りに昇進して、犬小屋支配を命ぜられ、 元六十一年二月十四日には世人見た若年寄りのうち本田昌栄が中野の犬小屋の先任担当となり、本田の退任後は同じく若年寄りの久世茂ゆが放映二年九月二十九日から犬小屋を鑑賞した。かつて犬小屋設置は犬を溺愛した将軍綱吉が江戸中の野良犬を養うよう強要した政策とされてきた。しかし一方で、 電通院門前町付近の町人が周辺一帯の相当数の犬を犬小屋へ移送することを請願したように犬小屋の設置が歓迎されていたことを示す文書も少ないながらも存在し小類やアレミの例の見直しも進み犬小屋は犬同士または犬と人とのトラブルを回避するために野犬を収容する施設と解釈されるようになっている当初犬小屋は 武蔵国玉郡世田谷寮、北見村にあった側用人、北見重政の陣屋の敷地内に設けられた。北見は犬支配役を担当していたが、元六2年2月に綱吉への配信行為によって、北見氏が断絶した後、この地は天寮となり、犬小屋係した役が配置された。玄六6年2月の武州北見村御用屋式書式御入用帳によれば、 当時は北見村の幕府の御用屋敷がこの周辺の天領支配の拠点となっており、ここに40匹ほどの犬が収容施設で飼育されていた。この御用屋敷内に正月から12月までの354日間に13,878匹の犬が預けられた。病気の犬や子犬のための解放所、看病所、新所のほか、陣屋役所、門番所、台所、 すずきや、鳥部べや、とりびどころなどがあった。犬に餌を与え、急病の犬が出た場合には、犬医者を呼び寄せて薬を処方していた。中間16、7人が介護にあたり、養育のためには、約5728人の人手を要した。ご用屋敷の入用項目として、重機やま犬、やま犬、村預かり大犬を解放するために必要な食料や、薪、き木、ろうそく、 むしろ、コモなどが記載され、その総額は、銀三冠738問目4分五輪となった。それ以外にも、など、養育方法も、具体的に示されていた。手代やか役人が、おかこ以内の巡回や、犬医者の呼び寄せなどの業務を担当し、その処刑費は1日1匹あたり米3尺3歳と、銀2分7輪であった。幕府は、大久保、 四つや中野に犬小屋を新設した。北見村の御用屋敷が主に山犬を収容したのに、対して、ここに収容された犬は飼い主のいない、無主兼が中心だった。これは、犬小屋への収容が山犬、小犬の保護から、野犬対策へと比重を移していったと考えられている。元禄八年三月に、幕府は、仙田ヶ谷村に犬小屋の建設を決定し、 同月三十日に不審を担当する奉行として、小川の米倉正院と東道義忠だが、助役として松平と品なが任命された。大正寺藩は、元六八年に、毎日五千から六千人の人足を出して、四谷犬小屋を建設。当初は、幕府から犬小屋の建設であることを隠すよう指示され、不審に携わった者たちからも、 生死を取り、隠密に実施するように命じていた。なお、犬小屋が建設された、仙田ヶ谷村内の御用地18,928坪7号は、川合用人の柳沢康明の屋敷を就航したもので、元禄八年4月5日に引き渡された。柳沢義康には、第一として、武蔵国豊島郡駒込村の土地4万7000坪が与えられ、その一部が、 後の陸議園となる。同時に、大久保村地内のおよそ2万5千坪の土地にも、犬小屋が建設された。犬小屋の竣工後、不審に尽力した者たちは、幕府から同年6月1日と2日に自腹などが、可視された。また、竣工前の5月23日、元禄6年9月の高遣い停止で、高刈りが廃止になったことで職を解かれた5人の、 高城がより合い番に役外となり、犬小屋の支配となった。現在の中野区役所前には、かつて一帯が、お囲いであったことを伝える石踏みと犬の銅像が、設置されている。元禄八年十月に、中野の犬小屋建設を開始。不審担当の部業は、小川の米倉氏と同同し、助役に、津山藩主、森長生と丸亀藩主、京極高持が任命された。 森長生は11万坪、京国高持は5万坪を担当し、江戸より西に一里離れた中野の田園に土居を築き、柵を建て、小屋を作った。犬小屋用地は中野村の百姓82人と宝泉寺から田畑、屋敷、芝地合わせて、単別23丁5丹4世10歩、坪数で言えば7万630坪の土地を、 ご用地として就航して犬小屋の建設地とした。元禄十五年五月の中野村井、古良年ご用地層渡し高丹別の里市では、元禄八、九年の両年で、百姓六十一名と宝泉寺から、田畑丹別四十八丁九丹十四万六千七百十七坪、就航されたことが記されており、元禄九年には、 中野村からさらに田畑端別25丁3端6世7法、御用地として幕府に引き渡したこととなる。犬小屋岡小岩泉によれば、元禄8年には179,156坪、翌年には102,330坪の土地で、不審が行われ、道路分として、それぞれ11,095坪と5,071坪も、造成された。 犬小屋全体の御用地は29万2 9 7 6 5十人坪に、及び、中野村だけでなく周辺の公園寺村などの土地も、就航された。徳川三期元六八年10月29日上では、中野の犬小屋が落成したので、大久保の犬小屋担当だった、昼間聖房に、その管理を命じ、11月9日上では、より愛番の沢智三も担当を命じられた。 そして、風呂屋方、ない方、小不審手代組頭、細工所同心、寄り合い番下役、小石川五天番同心組頭、掃除組頭などの役人11人が、廃下に置かれた。同9年正月29日には、南度同心、腰物同心、ない方、細工法、寄り合い組などから7人が、新たに、火薬人に任じられた。 同年11月13日上には、中野の犬小屋が完成し、江戸の町から集めた犬を10万匹収容。同月29日上には、湘南度の落合い道富や、石原康種が中野健康屋の奉行になり、役淵300票と、同心15人が付けられたと記されている。同年12月15日には、森氏や京国氏をはじめとする関係役人が褒美を与えられた。 改正官土葬によれば、歩行目付8人と小人目付10人が当分まかないとして、当面の真中屋県小屋の御用を担当し、5人の役人が当分中心役を命じられて、その連絡役となった。そして中屋県小屋に収容された犬の餌代はその周辺地域から徴収する方針が示された。元禄8年12月22日に、 北見村の犬小屋に配属されていた小普請の医師二人が中野の犬小屋担当となり、俸禄を賜った。この後も高狩りが廃止されたことによって廃職となった鳥見職の者が幾人も犬小屋担当へと移動となった。他、山犬のために柳沢義康が抱え医師、丸岡坊と幕府小婦請組医師、林早急に薬物を与え、 犬小屋侍を命じた。元禄8年12月7日に、丹波国宮津藩藩主、奥平正重が、来春に増築を完成させるよう、その手伝いを命じられ、島国蕎麦藩藩主、松平の里里と岩見国津和の藩藩主、亀井惚れ地下も手伝いを命じられた。元禄10年4月には、犬小屋とその周辺道路を含めて、およそ29万坪余りに増築された。 同時に、四谷の犬小屋は廃止されて、中野に一本化させることになり、同年6月22日の待ちぶれで四谷犬小屋の解体工事の入札希望者が募られた。犬小屋は5つのお囲い場に分けられ、1のお囲いが34,538坪、2のお囲い、3のお囲い、4のお囲いが、それぞれ5万坪、5のお囲いが57,178坪。 総面積24万1716坪であった。元の九九年を江戸図に描かれた中野御用お屋敷では、周囲は柵で囲まれ、6つに仕切られた内部は各入り口に、竹洗いと門が設けられ、門を入ると散らばった犬小屋十二棟と役所と見られる建物一棟がある。支配官場を務めた大田南保が完成十二年にまとめた、 竹橋山里筆に収録された、帳簿、元六九年年中の四つ屋、大久保御用屋敷新規修復五誕生帳には、中野の犬小屋の拡張、修復工事経費が記されていた。元六九年の時点で、などがあった。総面積は二十万坪町だったが、コイの養育所は、御用屋敷の三箇所のもとを過去以内に作ったとあり、五つの、 お囲いのうち三つを解消してその後地に養育所が造成されていため、当時の犬小屋は、東のお囲い4万坪と西のお囲い6万坪に分かれて運用されていた。お犬部屋には1部屋ごとに、長さ7寸、幅3寸5分、厚さ7分の檜の番号札が取り付けられ、広囲いのお犬部屋用に299枚、小囲いお犬部屋用に40枚が用意された。 この年には修復のため、大工5万7千人余りが借り出され、工事費用総額は2314巻658問目、余りと、米5529国余りとなった。養生のため、犬を河原や延べへ連れ出すこともあり、夜間には、手買いや火薬人が、お過去いないを巡回し警備していた。元禄11年8月の町ぶれで、京都の町に、 被険や山犬が多くいたため、従来から申し渡しているように養育し、山犬や子犬などは檻をこしらえて収容するように、命じた。同年9月26日の触れ書きでも、子犬や山犬などは小屋を作って保護するように、申し渡されている。大久保、四谷、中野の犬小屋の完成後、江戸中の犬をすべて捕らえ、犬小屋への収容を開始した。四谷の犬小屋では、 元六八年五月二十五日から開始され、同年六月三日の江戸の町ぶれでは、人に歩れき、犬を収容しているので、人に歩れき、犬がいたならば町奉行所に書面を持って、届け出るようにと申し渡していた。昼夜健康屋への犬の収容は、元六八年十一月二十四日から開始された。犬の捕獲を担当したのは、小人目付だった。 元禄13年7月12日の町ぶれでは犬を追う小人目付の周囲に集まった見物人がうまくいっている時は褒め失敗すると嘲笑するため目付衆は町奉行に犬移しの際には番人を出して人払いをするよう依頼した小人目付が捕獲した犬を犬小屋まで移送するのは町人の負担だった犬小屋への犬の移送は籠によるものなほか 差し子に抱え込む馬車で運ぶなどした。町名や御用圏と書かれた上りを立て、それぞれの町名主が人足に付き添って中野まで犬を移送することになり、四谷口から中野までの二里余りの道路は行き交う、隙間がないほどであった。法営3年8月17日、大館支配地の市ヶ谷役を寺前町の徳兵衛は、町内の母犬2匹と子犬12匹を、 明後日の19日に昼夜健小屋へ移送することを命じられ、その際に環状奉行の小木原重秀、で、石尾志信、中山時春、戸川康弘は、大館の天宮勘兵衛に、犬の移送を要請した、法営さん、犬年所上流。このように、犬移送の決裁は、江戸の町であっても、大館支配地であれば、環状奉行から大館を通じて行われた。収容された犬数は、 となる。街中で飼われている犬は、下屋敷や領地へ移したければ遠慮なく送り、犬小屋でも引き取る旨が申し渡され、元六十年七月十八日の町ブれでは、江戸の町々に残犬や墳犬の犬数を調査するよう命じ、同十六年十月の町ブれでは、無主券が多く集まって、町内の人々や道路往来の者たちの支障になっていたため、 町奉行所に届け出るように申し渡した。犬小屋が設けられた理由は、江戸の町中に犬が増えすぎたために発生した問題を解決するためと考えられている。綱吉が元禄六年に法要制度を全面的に廃止したことから鷹の食事用の犬の需要がなくなったこと、犬を食べる習俗があった歌舞伎者が大量検挙されて、食犬の習慣も廃れたことで、 江戸の街中や近郊では、野良犬が増え、野犬が捨て子を捕食するという事態も起きていた。しかし、根崎光男や山室京子は犬愛護令を出しても、それが守られず、帰って犬を殺し虐待する町人が増えてきたため、幕府自から犬殺しを未然に防止し、山犬、子犬、捨て犬を保護するための犬の収容施設を作ることになったと考えている。犬小屋設置は、 都市問題としての野犬収容や狂犬病の対策としても機能した。犬小屋への犬収容の直前にあたる元六八年十月に、子犬を捨てた辻番が引き回しの上、浅草で斬首刑、獄門になっている。これは法令を守らない町人たちへの見せしめ効果を強く意識しての措置だと山室は考えている。山室京子はさらに、綱吉の側用人。 柳沢義康の日誌、楽忠道年六元六十六年十二月六日上に、五条家民間にて養える犬を昼夜剣豪屋に収容して養育し、餌代は犬の元主より出させたとあることから、飼い犬の収容施設だったという説を提唱している。この説に対し根崎は、五条家民間にて養える犬が、ペットとしての飼い犬とは限らず、食物を与えることを命じられた。 無犬や山犬、子犬も含まれたのであろうと考えている。餌代を供出させられた犬の元種という記述も、犬小屋の維持費用が、江戸の町々から区役の付加単位である駒を基準に徴収されたことから、江戸町人の多くが犬の元種に該当するとしている。四谷での犬の収容が開始された当初、町ぶれでは、人に歩れき、犬を収容しているとあり、 ただの無試験ではなく寝えな犬の収容が目的で、都市問題としての野犬対策の色彩が強く、人と盲犬との対立激化を避ける狙いがあった。塚本学部も、江戸の町に横行する多数の犬が町民とのトラブルを発生させていたことから、野犬郊外への対策として、犬の収容所を作ったと考えている。同時に、四谷の犬小屋へ、 江戸のメス犬をすべて収容するという記録もあり、犬の繁殖を阻止する目的もあった。しかし、田中旧軍は、犬小屋に収容された犬の養育の無謀さやその餌となる、米国調達の困難さなど矛盾に満ちた犬小屋運営を嘆き、三、大劇には、銭を手軍区将逃避、あるいは傷つき、あるいは死す。やつこれを、救いふてまたた傷つくものありと書かれた。 また、犬の殺害、虐待を防ぐという目的に反し、中野の犬小屋が設置された後に、小石川場のほとりに2匹の白い子犬が捨てられていた、ため、捨て犬への戦維を厳しくするよう通達がなされた。翌9年8月に犬を切った者が2名捕まり、一人は、遠藤、もう一人は、市中引き回しの上、浅草で残罪となった。幕府は、 中野の犬小屋に必要な経費はすべて、江戸町人から徴収することとし、加賀藩資料第五編、元六8年11月13日に、犬小屋に収容された犬の餌代は移送してきた、町々から拠出させ、その詳細は追って知らせるという待ちぶれを出した。犬小屋のための経費は、など、莫大な維持費用がかかった。これ以外に、狼よけのため、毎よ、 雇用屋敷や玉川対岸の小机両村村で空砲の鉄砲を撃っており、この筒薬やひなわの代金も要した。これらの経費は、幕府勘定書まかないで全額が、公費から支出されていた。元禄9年5月18日の町ぶれで、長武行の野瀬来博氏は勘定奉行、稲尾正照立会の下犬小屋の維持費用として、 江戸の町々から上納金を徴収することを申し渡した。これを、子犬上家金、または単に、上が金といい、同年7月の町ぶれで、駒1件につき金3分の割合で付加し、1兆とに上納金をまとめ、1年分を2回に分けて、納入することになった。しかし、翌10年5月18日、町奉行、川口宗恒ねは、 お犬ご入養生家金を3分の2に減額、維持召喚につき金2分に変更することを命じた。そして、元禄16年12月7日には、前月23日に発生した、元禄地震で、街中が困窮しているためにこの年の、ご犬神家金は、全額免除、すでに上納した分は返却された。翌年の法営元年6月14日にも、地震の影響で、 植木金は免除された。徴収がすべて停止されたのは、綱吉の死後、中野の犬小屋が撤去された後だった。昼夜犬小屋の不審や、修復のために徴収されたのが、犬淵で、江戸周辺農村に、高百国あたり一国の割合で付加され、米や金銭だけでなく、豆、藁、もなど様々な物品でも徴収された。幕府の犬の保護政策の一環として、 犬小屋以外に預けて養育する制度もあった。この制度は、元禄5年以前からすでにあり、これは、中野の犬小屋運営の際にも取り入れられた。この制度は、犬小屋を保管し、より多くの犬を保護することを目的として、中野村をはじめとする、周辺村落に犬が預けられた。この村預けの費用として、公営3年から同5年までに幕府が払った。 養育料は3万5千余量となった。犬小屋の拡張を終了した段階から、収容されていた犬を積極的に、江戸周辺農村に預け、それに伴い犬小屋を縮小していった。中野の犬小屋の犬を村落に預ける制度は、元六十二年頃から開始したと考えられ、犬を預けられた村落には1ヶ月に1匹あたり銀2問目五分の、お犬養育金が支給された。 給付は毎年春と冬の2度になされ、春の分はその年の10月から翌年3月までの、冬の支給分は、翌年4月から9月までの費用に、重当するというように、前倒しでの支給だった。支給される犬の養育金が重要な収入源となり、暮らしに欠かせなくなっていた村落もあった。武蔵区にいる間郡山口寮では、下北の村のサブロベ町や村の自閉、 上勝学寺村の吉兵衛、歌唱楽寺村の伊兵衛、上藤沢村の十郎衛門の5人が中野健康屋の役人からお犬御用の世話役を命じられた。彼らはこの御用にかかるまかない金を犬1匹あたり銀2問目4分ずつ養育金の中から受け取っていた。元禄13年から犬を預かった中藤村では下記のような細かい制約をさせられた。しかし、 徳川綱吉の死後、犬小屋の廃止が決まり、犬の村預けも停止。村預けを担当した関係諸村は、前渡しで支給された、お犬養育金の返還を命じられた。法永六年正月の将軍、徳川綱吉の死によって、昼夜剣小屋も撤去されることとなった。新編武蔵風土機構によれば犬小屋の土地はもともと、中野村の百姓、後江門のもので、 元六八年に就航されたが、犬小屋の解体によって元の持ち主に返された。一方で、御馬御用流では犬小屋の土地が御用地となっていたのは、元六八から九年から大漢細井久左衛門が担当していた。八年間だけで、その跡地は大漢今井久右衛門。金役の元六十五年に百姓に返されたと記されている。犬小屋の御用地として。 土地を召し上げられた期間は、中野村の農民はその面積に応じて、年貢を免除されたが、土地が、村落に返却された後は、年貢課税の対象地に戻っていった。中野県康屋は、元六九年の段階でお囲いの大半が機能せず、御用地も農民に返却されていき、元六十二年からは、犬の村預けが進められていた。つまり、 綱吉の存命中から犬小屋は大幅に縮小され、犬の村預け政策に変更されていった。根崎光男は、犬小屋に収容した犬の養育の困難さ、江戸町人のお犬場が、近所の親の不満の高まりが、犬小屋の早期の解体の原因であったと考えている。中野の犬小屋に収容されていた犬たちのその後は、資料には残されていない。 綱吉の死後の徳川家の政権の勝利やれみ、政策への対応についての表明文書第3条では、犬小屋の解体に伴い犬は、片付ける方向で、処理されるとされていた。文明院伝後、三木法栄6年正月初過日条にも、中野に設置権者も手配すべけれども、これもよろしくはから不便しとあるだけで、具体的な犬の処置について記されていない。中野村では、 小屋の犬は分散するようにと命じられ、村々で預かっている犬についても、そのようにすることが申し渡されたことから、犬は追い払われて、ちりじりになった可能性が高いと、根崎光男は考え、山室京子は、設置から13年を経たことから犬たちは展示を、全うしたのではないかとしている。中野の犬小屋の跡地には八大将軍、徳川吉宗の時代に、桃の木が植えられ、 茶屋なども作られ、桃園の地名として残されている。また、かつて犬小屋があった場所に建てられた中野区役所の前には、複数の犬の像が設置されている。ありがとうございます。